食道癌、食道癌、食道癌、A、S ローギーエルキャンサーは、抗義では食道に発生する万種の総称。日本では60歳代の男性に後発し、男女比は3、1程度である。また、食道癌全体の93%以上を食道扁平上皮がんが占め、発生部位も胸部中部食道に多いのに対し、アメリカではここ30年ほどで、 扁平上皮癌の割合が低下し、現在では約半数を食道移接合部勤房の仙願が,が占める。その違いの原因は明らかではないが、一つは禁煙による癌発症予防効果が扁平上癌の方が高いことが挙げられている。これはアメリカでは日本より禁煙が進んでいるためである。白人に比べて喫煙率が高い黒人では扁平上皮癌の罹患率が より高いことが示されている。また、バレット食堂の罹患率がアメリカの方が多いという点も理由に挙げられる。飲酒と喫煙は食道癌の強力な原因とされている。野菜、果物の摂取量が多いグループで食道癌のリスクが低下し、特にキャベツ、大根、小松菜などが含まれる油中の野菜の摂取で有意リスクの低下が見られた。 国際がん研究機関 EARC は2016年に摂氏65度以上の熱い飲み物自体を食道がんの観点からグループ 2A、おそらく発がん性があるものに分類した。以下の種類に分類されるが、扁平上皮癌が,が全体の90%以上を占め、ついでが癌である。病気分類は国際的に多くの主要で用いられる通り、 TNM 分類によって行われる。初期症状は、食道違和感等の不定重所に近く、またリンパ節転移が多いことと、食道は他の消化器臓器と異なり症膜、外膜を有していないため、比較的周囲に浸潤しやすいこと等から、進行が早いため、発見が遅れやすい。食道がんと診断された人では、その時点で74%の人が、嚥化困難。 14%の人が円滑痛がある。57%の人で体重が減少しているが、この時、体重の減少の程度が、BMI で10%以上の減少に相当する場合には、予後不良の可能性が高くなる。呼吸困難、外装、左生、胸骨後部、または肺部、または右上腹部痛は稀だが、進行した病変の存在を示唆する。 早期がんの場合はそれに伴う身体所見はほとんどない。進行癌では時に右もしくは左の鎖骨上部リンパ節主題を認める。半回神経麻痺による射精を認めることもある。食道癌に関しては診断、治療効果判定、予後評価のいずれかにでも有用であるものは少ないが、SCC、P53 抗体、CEA、 サイフラ21から1などが比較的よく用いられている。日本における食道がんは90%以上が扁平上皮癌であることから SCC が最も利用されている。保険適用となっているのは SCCP53 抗体 CA である。P53 抗体は比較的早期の症例での陽性率が高いのが特徴である。 他の癌の治療と同様に、治療方針は、癌の病理組織、病気診断によって変わってくる。主に以下に挙げられる治療を、修学的に行っていく。病変が、リンパ節転移のない早期食道癌と診断される。病変に対し、アやスドといった内視鏡治療が広く行われてきている。診達度診断で、T1AEP、M1 内視、 T1ALPM、平方メートルと思われる病変は、リンパ節転移の確率が低く、基本的に内視鏡治療の適用となり、肉眼形態では例 e 氷剤平坦型タイプが多い。新達度診断で、T1AMM、立方メートル内心 SM1 と思われる病変に、関しては、リンパ節転移の確率が高くなり、根治的治療は外科手術が選択される。 旧来より根治術として食道切除術リンパ節覚醒が多くなされてきた。詳細は食道切除術の記述を参照。この手術は非常に新種が大きく合併症の発生率が非常に高かったが復腔鏡と胸皇鏡を併用した手術法により改善されつつある。近年日本から報告された臨床試験結果によると手術の前に 化学療法を行った患者群の治療成績は手術の後に行った群よりも良好であった。また、化学放射線療法を受けたが病変が残存もしくは再発した患者に救済治療として行われることもあるが、その際の合併症、副作用のリスクは高いとされている。食道癌に対する化学療法と放射線療法の併用療法は 手術過量以外の根治的治療として、現在比較的広く行われてきている。ステージアイ期においては5年生存率は手術過量とほぼ、同じにまで至る報告もされてきている。主なものに以下がある。根治的治療目的の放射線療法適用は広く、T1 から3、N0、1、M 0の切除可能例から、T4、N0、1、M 0の切除不能例までが適用とされ、 化学療法と併用されることで良好な治療が報告されている。食道癌の手術はリスクが高いため、上記の症例の場合における外科的手術を行わない根治的治療では化学療法との併用による化学放射線療法が選択されている。遠隔転移を生じた M1 の場合等では全身化学療法が施行される。ただし遠隔転移を生じているような進行の 食道癌に対する化学療法の効果反応は、大抵数ヶ月程度で全身化学療法が行われる場合においても、生存期間が1年を超えることは稀である。使用される抗がん剤は主に以下があり、組み合わせによって様々なレジュメが提唱されている。胃がん、大腸がんを含む消化器の癌の中では、予後は極めて悪い。これは、 リンパ節転移が多いことと、食道は他の消化器臓器と異なり小膜、外膜を有していないため、比較的周囲に浸潤しやすいことが挙げられる。食道がん全体での5年生存率は、1970年には4%であったが現在では14%ほどに改善している。アメリカでの成績であるが、手術を行った場合の5年生存率は、冷期で95%以上。 i 期で50から80%、e 期で30から40%、iib 期で10から30%、e 期で10から15%である。4期は、定員ありを意味するが、生存期間中央値が1年以下である。tnm 分類以外で予後を予測する因子として、以下が、統計的に証明された、予後不良因子である、bmi の10%以上の減少、塩化困難。 大きな腫瘍、高齢、リンファティックマイクロウマタスタスス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。